はい、今年もたくさんの栗をいただきました。とっても大きな美味しそうな栗です。はい、実は去年こちらの栗ピーラーを使って栗を剥いたんですけども、ちょっと使い方を間違ってたようで大変な目に遭いました。そして一生懸命握って栗を剥いたので、この絵の塗装が手に移って手が茶色くなった記憶があります。なので今年はじゃん、ダイソーで色のついていない栗ピーラーを買ってきました。今日はこの栗ピーラーで栗を剥いてみたいと思います。栗の皮が簡単に剥ける、夏みかんやオレンジの皮剥きにも便利となってます。今回は栗ピーラーの使い方をよく読んで栗の皮を剥いてみたいと思います。水に栗をつけて電子レンジで3分ほどレンジアップしてきました。今年はこの栗ピーラーなので手が赤くならないと思います。栗の頭にザクッと、切り込みを入れて、なんか今年のクリピーラー剥きにくい。おう、はい、三角に切り込み入れるとこんな感じです。そしてペロンと、はい、このように栗の皮がむけたので、あとは渋皮をむきます。包丁とかでむくと栗の実までもが削れてしまうんですけども、この栗ピーラーを使うと薄く剥けるので、栗の実が去年の栗ピーラーより剥きにくいような気がします。なんとか剥けたんですけど、こんな感じです。もう少し綺麗に剥こうかな。はい、こんな感じで剥けました。去年の栗ピーラーも使って剥いてみようと思います。まず栗の頭にザクッと、三角になったところをペロンと、はい、皮は剥けました。今から渋皮を剥きます。はい、剥けました。こんな感じです。こっちが去年の栗ピーラー、こっちが今年の栗ピーラーで剥きました。やっぱりちょっと手が赤くなってます。
はい、少しは今年の栗ピーラー剥きやすくなってるかなと思ったんですけど、どうも去年の栗ピーラーの方がなんとなく使いやすいような気がします。はい、今日は6個だけ剥いて1合炊きで栗ご飯を炊いてみたいと思います。さあ、塩を少し入れます。出汁を少し。大きい栗を丸ごと入れてみようと思います。はい、このような感じで栗ご飯を炊いてみようと思います。はい、まず600ワットで5分加熱して弱に切り替えて12分加熱します。あとは10分ほど蒸らします。はい、栗ご飯炊けました。では蒸らしも完了したのでオープン。じゃん、お、すごい。いちご炊きの容器でご飯炊けたので食べてみたいと思います。お、よいしょ。こんな感じです。いただきます。今日の栗ご飯はもち米が入ってないんですけども、とってももちもちとして美味しいです。はい、今日は去年のリベンジで栗むきピーラーをちゃんと使って栗ご飯を炊いてみました。過去の動画でも100均の便利グッズを使っていろんな調理をしています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。栗ご飯美味しいです。